阿部範之監督による初のアニメ化。上様のおなーりー。八代将軍徳川吉宗。なんとまあバカバカしいほどに着飾った男どもだ。男子の少ないこの世で美男3000人を集めたと言われる男の城、それが大奥である。許せよノブ。この国は初めからこのような国だったのかと。言っちまうのね。時は遡り、男女逆転の大奥の世界がここから始まる。三代将軍家光の誕生である。わしは所詮徳川の血をつなぐための狩り腹よ。この方はきっと今まで幾度も幾度も打ちのめされてきたのや。ありがとう。あなた様が好きや。徳川の世が続くことがあなたの行ける道やと言われたら、私にはもうどないすることも。歴史を紐解いた時、見えてきたものとは。誰かわしが女将軍となることに依存はあるかえ。大奥。